はい、皆さんおはようございます、いやついついね自分で笑ってしまうぐらいね、僕は沖縄の夏が好きなんですが、でここ沖縄に来まして、実は先月ね7月31日でちょうど10年経ったんですよ。土井さんおめでとうございますというわけで、私、パーソナリティの土井秀人がお届けします、今日も、日曜日の朝9時半を回ったところですけれども、元気よくお届けしたいと思います。嘘のような本当の話、話です。嘘のような本当の話ありますでしょう。皆さんどうですか。やっぱりそうそんな感じね。なのでもやもやとこの放送を聞きながら、あ、私にも僕にもあるね、嘘マジみたいな、日常目の前に起こっているね、その現実が嘘みたいに、幸せに感じるぐらいのね、日曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も元気にお届けしたいと思いますがね。そんなわけで、今日は8月のね14日日曜日になりますね。ゲストさんね、先週もね、ラ・ミロワールね、今話題沸騰中のフランス料理店をね、沖縄本島ね浦添と豊見城に経営してますね、方を上谷さんお迎えしたんですけど、今週はね2名の、女性をお迎えしてお届けしたいと思います。ボリューム上げてくれました。そうね、ちょっとこ大きめに言ってくださいよ。じゃあね、お届けしたいと思うんですが、今日お一人はね、なんと飛行機で持ってきてくれました。南大東島からね、大城和美さんと、もう一方ねお孫さんにあたると聞いています。私もね今日初対面なんですけど、松本、夏美さんねお迎えしてますが、ちょっと自己紹介してもらいましょうか。では大城さん、おはようございます。おはようございます。大城さんの自己紹介というとどんな感じになりそうですか。大城和美でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はちょっとあれですね、緊張してるこのラジオ YouTube とか知ってます。知ってしてる、そしたら、放送日前後というか、放送ね8月の14日ですから、それ以降とかね見れますからね、 YouTube でね、みんなに見てもらいましょうね。もう一人は、松本夏美さん。おはようございます。おはようございます。松本さんはちょっと自己紹介をお願いしてみましょうか。松本夏美です。名前は OK。 名前は、何をしてたりするんでしょうか。配信をもともとやってました。今はちょっとやってないんですけど、って感じ。それは職業として、オーディションみたいな感じの、でやってましたね。ご自身がオーディションに、そうですね、なんでならないの。なれなかった。やっては見た。やっては見ましたね、何回も。そうなんですね。やっては見たけども、やっては見たけどできなかった。いいところで落ちてしまう、毎回。惜しい。最終までは行くんですけど、そっからが落ちちゃってとかで、もう21になったんで、もう諦めようと思って、で YouTube やろうかなと思って、友達と、今からなんですけど、やろうかなって思って。いいと思いますよ。でもおめでたですね。ご結婚された。してないんです。まだ別れた。イエス。すいません、チャンス。すいません、ね、それはいえ全然謝ることじゃないですよ。チャンスですよ、人生はね。何でも、前に向いて上を向いてというね、僕の、同級生のね、北条さんがね今日一応来てますけどね、今週もまた今週も来てしまいました。けどもすでに人生前向きね、北条さんも私もね、その原因となったと言ってもいいんでしょうかね、このね、ドクター水素ボトル。皆さんラジオ機のお皆さん、メモの用意大丈夫ですか。ドクター水素ボトルね、
言いますよ、はい、言ってみてください。そうそうそう、ドクター水素ボット、ドクターはお医者さんのことね、うん、はい、そんなわけでですね、嘘のような本当のは、私かなでホールディングスの、土井秀人とお届けしてますけども、今日はすごいですよ、美人2人が来て、美人、あ、笑ってる笑ってる緊張してますからね、はい、そんなわけで嘘のような本当の話、ちょっとね、先ほどちらっとお聞きしたので、まあそれは、うん、お城さん、番組の中で言ってってお願いしたのでね、うん、なんか急激なやっぱ変化があったんですか、はいはいはい、ドクター水素ボトルを、はい、さっきもね、さっき失礼しました、先週もさ、話したんですけど、ここ お花に、お花に、うん、まあ大概みんな2つ空いてるさね、うん、そこにシュッとこう当てがうようにね、うん、するだけなわけじゃないですか、うん、ね、スイッチ入れてからね、はい、僕の友達でね、水素ボトルっていうと、ね、うん、でもすぐ飲むことをイメージしたり、うんうん、ガスっていうとなんかすごくね苦痛、うんうんうん、なんかちょっと血体なもん体に入れんでいかんとかも、全然皆さんそうじゃないんです、判断にこうやって当てがあって、ね、本を読むなり、ライバー活動をしたり、ね、うんうん、好きなようにやっていただくだけなんですよ、はい、そんなわけでね、驚きの今結果というか、大城さん、はい、ね、はい、どう、やっぱり体のお具合が悪かった、うん、長いことやっぱり調子悪かったですね、うん、ずっと、うん、ずっと調子悪くて仕事ができなくて、うん、でも自分はもう急、もう今来年梶原になるお母さんがいるんだけど、もうお母さんの介護しながらもうこんなこんなして南部隊と行ったり来たりしてバイトしたりしていたんだけど、娘がちょうどこの水素ガスをなんかいいよってお母さん糖尿病に言うていいって言うから、まず吸ってみたらって言ったから、うん、で娘が言うのはやっぱりいいでしょうと思って、うん、じゃあまずは吸ってみようって言って吸ったのが去年の12月かな、あらの、まだまだ、うん、12月に、そう、うんうん、12月に吸って、はい、で2月の初めぐらいまで沖縄にいたんですよ、で大体もう2ヶ月に1回沖縄帰ってきてお母さん介護して病院から2ヶ月分の薬もらってくるわけ自分、うん、そしたら2ヶ月経って病院行って、先生自分はもうずっと体が軽いもんだから軽々と先生にこういうのやっていますって言ったわけ、先生も絶対信じなくて、こういうので体が治るんだったら世の中に病気いないって、医者はいらんよって、うん、ね、いらないよというか、うん、でもこれでうちはもう自分が良くなってるから、じゃあこれ以上言わんどこうって、うん、そしたら今度は2ヶ月後3月に検診があって行ったらもうちょうど良くなってるって言って、血圧も糖も、そしたらイニシリンも昼間抜いてもいいって、うん、もう抜いても大丈夫ぐらい良くなってるって、でその時に先生が他のも何かやってるのって聞いてきたわけ、うん、でも自分その時にすぐ分かると今の水素やってるのって聞いてると思ってたわけ、こんな感じがしよったから、でも自分はもう最初からもう全然信じなかったから、いや何もしてないですって言ったわけ、そしたら後ろで看護婦さんが血を取っていつも検査するから糖のこのあれを測ってる時に看護婦さんが、うん、お嬢さん今も水素やつってるのってこの看護婦さん聞いて看護婦さんには言ったわけ、うん、自分この吸ってからに体も痛くなったし、もう足が痛くて歩けなかったんですよ、足にこの針が刺さってるみたいで、もう朝なんか起きたら本当にもうびっこ引くぐらい痛かったんだけど、これがすぐ取れたわけ、足の痛みが、でずっとこの日も足もむくんでたんだけど、むくみも全部取れたわけ、うん、むくみがみんな取れたから、結局大東海行っても大東海みんな私を見てるわけじゃん、自分はまたこれね、いいのって言ったらこれやってるから多分とっても調子いいよっていうだけだって、で一応もう周りは自分の周りはみんな自分のことを見てるわけ、今本当にもう顔色も良くなったし、なんていうむくみも取れたねってみんな言うんだけど、うん、で自分はもう本当にとっても痛くなったもんだから、だからもう一つだけ今腎臓が悪くなってるからということで今腎臓の今治療はしてるんだけど、だからもう良くなってくれば体もとってもいいわけ、うん、この腎臓が悪くなって体がだるくなってずっと寝てるわけ、もうとってもだるいもんだから、うん、このだるいというのがないわけ、うん、だるいというのがなくてもうお家の草刈りもやる、今前はできなかったけど、うん、前はできなかったけど今も草刈りもやるし、うん、だから自分もう他の人に言わなくても自分がとってももう良くなってきたというのがあるから、だから自分はもう娘にはとっても感謝、
もう自分はもうこれ以上あの病気良くならないで、もっとも諦めた、半分諦めたとかあったもんだから、本当にこのドクターこれともう巡り会えて自分はとても良かったと思ってるから、だからこれをまた自分がもっともっと良くなっていけば、周りがみんな見てくれてるから、最初みんな嘘ってしか言わないわけ。こんなので、こんなのでなるわけがないでしょって。でも自分はもう自分がやって本当に楽になったし、あのなんていうのかな、希望も出てきたわけ。これやろうあれやろうという希望が出てきたわけ。だからもう今はもう本当にこのあれだ、水素と出会えて本当に今は幸せ。今からもうずっとやっていこうかなっていうのが、もう毎日もう朝起きたら水素やって吸って1回30分ですよね、これを2回やって、それからお家の仕事やって、でオイルやってまた1時間やって、こんな時間に大体もう4時間ぐらいやってる、1日に4時間ぐらい、30分のね、動けるようになったのがいいですね。そうそうそう、全然違う。もう 前も人が見ても本当に病気だねというぐらい言われたけど、今も本当顔色も良くなったし、何やってるのって言うけど、自分はもう水素やってる時にもう取れないもんだから、お客さん来るでしょ、もう肺までよく悪くなってる時期がないわけ。だからあの酸素吸ってると思ってるわけ。あの肺が悪くて酸素やってる人でしょ、これと思ってるわけ。見かけ似てますからね。似てるから、ね、酸素ねっていうか、うん、違うよって言うけど。でもお母さんあれですね、髪の毛がツヤツヤになりましたね。もうちょっと濃いすぎてる、ね、みんなに言われる、ね、顔にもつけてるし、そうそう、もう夜も寝る前につけてからにブラッシングして、うち髪がこんななんですよ。まあね、髪の毛はね皮膚と一緒なんでね、うんうん、水素ガス吸った後のお水をバシャバシャつけるとツルツルとかツヤツヤになるんですよ。全然自分ずっと髪がこんなって、うん、もう年に2回ぐらいパーマやってからに、ストレートパーマずっと当てよったんだけど、もう全然しなくてもいい、もうかからんし、ね、もうツヤ、うん、ここから見たってツヤツヤですもんね。だから前ほんちゃった会いましたよ、ね、はいはい、で髪にもいいよって言うから、うん、もうその日からもう髪にもやって、ね、手こだで会った時ね、そう髪にもやって顔にももうつけて、でもう10秒20秒ぐらいまた拭いてからに、これはもうずっとやってる、ほんと、もうむちゃむちゃツヤツヤです。天使の輪ができてますよ。ずっともう水素と飲むのと、あのつけるのもうずっとやってます、ね、うん、吸引、ね、し終わって一息っていうような、うん、その水素のお水は飲んでいただいてもね、うん、お肌につけていただいてもいいっていうね、うん、ものなんですけど、お医者さん、ね、ありがとうございます、うん、ちょっと一旦 ね、CM 行きましょうね、はいはいはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ねえ皆さん、ね、えおはようございます、聞いてくれてありがとうございますね。嘘のような本当のはということでね、はい、8月の第2週の日曜日ね、お届けしてますけど、うん、なんかもう元気になる話ですね。私は土井秀人と申しますが、うん、元気になるな。やっぱりね、先週もねお話したように、こう自分たちがどっか痛みがあったりね、うん、辛かったり、まあ言ったらよく言うじゃないですか、体がだるいと
そういうのがもう目に見えて改善というかね、良くなっていくと、なんか今ねお話しいただいた大城さんも表情がね、うん、もう豊かでもうキラキラしてますよね、うん、ね、髪の毛もキューティクルでしたっけどね、ありがとうございます、なんかこう少女のような髪の質になってて、もう本当にうっそーみたいなヒヒヒって横で笑ってる松本夏美さん、はい、あなたのお話もちょっと聞いてみましょうね、うん、松本さん、はい、どうですか21歳、はい、はい、やってみました21歳、あ、21歳、水素、あ、水素やってみました、ました、はい、どうですか、なんか変わりましたなんか若いので ねなんかどこがあっても、まあね、うん、まあまあね、ツルツルは当たり前ですからね、あ、でも自分喘息がひどいんですけど、喘息の時にやったら息はしやすくなったかな、なんかもともと頭上げてないと私寝れなくて呼吸ができなくて、でもそうじゃなくても寝れるようにはなったかな、よかったね、喘息もやっぱりそれこそ小さい頃から小児喘息で、はい、あ、小児喘息ね、よく治らないって言いますよね、はい、どれぐらい吸いました、1時間ぐらいかな、1時間ぐらいを1時間ぐらい30分かな、30分ぐらいを何回かに分けてですね、で、水素ガスご経験歴は何ヶ月、まあ、最近でしょ、ね、最近最近、はい、はい、今止まらない勢いで爆走中の、ね、21歳、夏見松本さんからのコメントですが、はい、喘息も僕昔アレルギー性鼻炎というのはね、沖縄にはね、うん、あれがない、ほら花粉症ない、花粉症がないですか、あれひどくてっていうのでちらっと聞いたことはあるんですけど、喘息がそんな良くな、よ、喘息が良くなる、どういう理屈かっていうとですね、ちょっと北条さん、ダブル見せてしまいましたが、はい、はい、北条さんからちょっと聞いてみましょうね、はい、埼玉医科大学が調べてくれた、うん、うちが品物をねお渡しして調べてもらったんですけど、水素を吸うとねヘモグロビンが増えることが分かってるんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、ヘモグロビン、増えたヘモグロビンが酸素を掴んでくれるから呼吸が楽になるっていう、それで喘息の人なんかはだいたい早い人でね5分とか10分試しに吸った人でも止まっちゃうんですよ。それが分かっているのと、まあ、それを僕がちょっと応用させてですね、長距離の選手とか水泳の選手に使ってもらったんですよ、うん、そしたら高地トレーニングしなくてよくなっちゃったんです。高地トレーニングの2倍から4倍の効果が出ちゃって、それは何を吸収っていうか、ヘモグロビンが酸素を運んでくれるから、うんうんうん、自分の体の中に溜めておける酸素の量が増えるんですよ。ということは肺活量に影響して、はい、影響します、長距離、そうです、もう抜群な効果、はい、VO2MAX っていうんですけど、これが格段に上がるんで、高地トレーニングってよくありますけどね、はい、それが体の中の酸素の量を増やすトレーニングなんですけど、高い山の上に行って死にそうな薄い空気で人間の体が対応するためにヘモグロビンが増えるんですけど、それの2倍から4倍の効果がたった30分吸っただけで出ちゃったっていう結論になったんですよ、うん、で、皆さんに使っていただいて、まあ、例えば箱根駅伝なんか7割ぐらいのチームで、うん、使っていただいているということなんですよね。はあ、だから、ね、だからまあね、松本さんさっきおっしゃったのは、うん、たまたまじゃなくて、そういう胸がつらい、喘息つらいっていう人なんかは吸って、ああもう吸ってみてくださいって試しに吸ってもらうと、うわーって言ってみんな喜ばれるっていう。うそーねえ、ねえ、でも本当、本当ですね、ね、だってそれこそこうしてねゲストでも南大東島から、ね、飛行機で来てもらって嘘つきに来たら大変ですから ねもう本当の話ですかって、うん、本当なんです、うん、これは私もこういうね公共の電波を使って胸を張っているんですけど、なんとかねやっぱね快適なんですよ、うん、いろんな本当にね性格まで明るくなってるくらいね、そうそうそう、なんかね日々が楽しい、なんかね穏やかになりますよね、体辛くないからね、楽になるとね、もうなんなら笑顔になるんだよね、かけっこしちゃおうかぐらい、うんうんうん、自分もそう笑顔になったって もうご飯もお腹いっぱい食べちゃう、いつも毎日
明日どんな体あれかな、いつも、うん、また明日体調悪いかな、いつも頭にこれあったんだけど、一日一日これやっていく次第にやっぱり毎日が楽になるもんだから、うん、やっぱ顔に出てくるわけ、明るくなってるし、また明日何かやろう、これやろうって、あ、うんね、うん、希望ってね、希望がおっしゃってたね、希望が持てるようになりました。うわ、うん、いいですね、うん、いいですね、いい話ですね、娘のおかげと思っていますので、一生懸命吸って、ね、また娘もお母さん健康なのが、ね、もうとてもいいからちゃんと吸ってよというか、自分もずっともう何は抜けてもこれはもう吸ってからに健康になるんだったら、薬もうたくさん飲んでるから、これも一つ一つやめ、あの、取り除きたいし、だからこれで今一生懸命今吸っています。ね、すごいな、うん、まあ、本当ね、うん、あのそれこそね、昔あの、うん、北条さんとあの東京でね、うん、あの本当に浴びるほどお酒飲んで、ね、お互い同い年で体悪くして、うん、で水槽に出会って、ね、僕もそれを嘘っていうよりもやっぱりさっきね、娘さんだからってあるじゃないですか、ね、うん、僕も同級生だしと思うと、ね、別に何の疑いもなく、ね、やってみるわけですよね。腰やられてたんですよ、自分。本当に朝起きるともう起きるっていうか、ビッとこう起きれない、痛くてぐらい、あの毎日が暗い、ね、下うつむいてたのが、ね、うん、シャキッと起きれるようになってくるわでさ、うん、やっぱりね、変わりますよね。変わる変わる変わる、いいですね、うんうん、これ多分あのね、松本夏実さんもね、一言じゃないですよこれ、ね、いつか40代も50代も来ますから、はいね、はい、その時まで、ね、ずっと吸って、ね、吸っておいてくださいよ、思ったりね、うん、吸っててもらうとね、この美魔女でいられるわけですからね、はい、この美しいままで自分の体の一部として、ね、うん、いやいい話だな。僕もね、幸せな気分ね、ね、そうは言ってもね、うん、やっぱり時々っていうか当然ね、沖縄に来ると、うん、ね、必ず会って話してると、そういうね、嘘みたいな話をやっぱり自然にね、全国で、北条さんも飛び回ってますから、うん、いろんなところでのいろんな話聞くんです、うんうん、幸せなことできてるよなっていう感じですよ ね、 ね、本当にね、みんなが喜んでくださるんで ね、それが一番嬉しいですよ、ね、いや先週もね言ったんですよ、高齢化社会の、ね、中にね、うんうんうん、僕はやっぱりそういう病気持ちなんていうんじゃなくて、もうずっと通っても通ってもね、お薬飲んでも飲んでもっていうことを同じように体験してて、整体行ってね、診察券出してるからあれじゃないですか、治らんかったものがね、スルーっとあれってこう嘘みたいにこうね、良くなってくっていうのはね、そうですね、なんか一番痛みっていうのが、痛みっていうのが取れたのが最初の自分の経験でした。足が痛くて、もう本当に針が刺さってるみたいに、美容院に行ってもやっぱり遠から来てるんだよって言われるし、でどうしたらこの痛みが取れるかねと思ってたんだけど、もう本当に朝起きた時にもう足上げて歩くぐらい、もう歩くたびに針が刺さってるみたいなもんだから、これが取れたのが一番もう顔が明るくなったんじゃないかなという、うん、はい、そんな大城さん多分ね、放っておくと、うん、いい暴走をしていただいて、うん、もう南大東島のみんなが、ね、知ってくれたらもっと ね、うん、嬉しいし、うん、なんかこうシェアしたいですよね、気持ちを ね、僕もすごく今沖縄県内でもやっぱりもっともっとね、うん、健康になってほしいなってそのやっぱり思うじゃないですか、うん、一時期ね、それこそもずくだゴーヤを食べて、うんうん、長寿の、ね、県沖縄と言われながら、そのデータがだんだん、ね、こうランキング下がっていく現状にあるんですよね、うんうんうん、それはいろんな食生活もあるとは思うんですけど、やっぱり血流というかね、血液の流れが穏やかにスムーズにっていうのは大事なことなんだなって今週も思いました、うん、ね、はい、そんなわけでね、はい、この番組お聞きの皆さんいかがでしょうかね、嘘のような本当の話で今週もねちょっといろいろ盛り上がれたかなと思うんですけども、はい、わざわざね大城和美さん、はい、ね、この、南大東島へのお話持ち帰ってぜひぜひね、はい、みんなに試していただきましょうか、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、はい、来週もねまた元気にお届けしたいと思います。松本さんも今日ね、和田さんもね、お城さんもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。